こんにちは。天ーアカデミー堀秀夫です。2019年はどんな年になるのか。年明けから株式暴落、急速な円高の進行という波乱含みのスタートでした。今年はどんな年になるのか、いろんな人が予測しています。今年は平成最後の年、良い一年であることを祈ります。今年、景気が良くなるのか。 景気が悪くなるのか、株価が上がるのか、株価が下がるのか、円高が進むのか、円安が進むのか、2019年、今年1年の短期予測はわかりません。しかし、長期で考えると、人口減少に伴って景気は悪くなります。株価は上がりますが、上がる理由は景気ではなく、単なるインフレで数字だけ増えます。 為替は円安に進みます昔、イギリスポンドは1ポンド1000円を超えていました。しかし、アメリカが力をつけたため、相対的にイギリスが弱くなり、為替が弱くなりました。現在は1ポンド138円です。これをドル円相場に直すと、現在1ドル108円の為替相場が、 1>, 1ドル800円以上になるということです今まで1 0 0ム1 0 8円だった牛肉が1 0 0ム8 0 0円以上になるということです輸入品はすべて高級品になりますそしてこれは人口が減っているという現実を考えると長期で考えれば必ず起こることですこれからの日本人は外貨を稼ぐ能力が必要です 外貨を稼ぐ能力のない日本人にはかなり厳しい未来が待っている。来年の予測ではありませんが、今後10年以内にはこの傾向ははっきりしてきます。残念ながら、これは予測というより必然で避けられそうもない未来です。外貨を稼ぐスキル、輸出ビジネスのスキルを身につけてください。まずは、無料アマゾンメール、セミナーを受講してください。 こちらにメールアドレスとお名前を記入して登録ボタンを押すと、オーストラリアアマゾンでどんなものが売れてるか、まあ、どうすれば稼げるか、まあ、そういった情報を無料でお届けしています。ご登録お待ちしてます。以上、天ーアカデミー、堀秀夫でした。